ヤマト、ユータ、ヒューガ、アオギ、コバルトです。そして、ドリキです。どうもラゲンス、ボー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 、よろしくお願いします。お願いします。本日念願のミキオダコラボです。前回ですね、あの道明けの事件の時にミッキーくん一人とねコラボさせていただいたんですけど、今日小田家も出て、はい、ありがとうございます。そんなんやったっけ。まあ見ていただいたら分かると思うんですけど、やっぱ顔面偏差値の方がぶっ壊れていると。なるほど。はいはいはい。ざっと97ぐらい偏差値で、まあ、俺で今とりあえず158ある。誰でマイナスしてね。ということでね、やっぱり本日は顔面偏差値が異常ということで、まあならではの企画を持ってまいりました。ということで本日の企画、 BL 好き大洪水男だけ王様ゲームスペシャル。クラシアン読んどくか、先に先に読んどいた方がいいですよね。もう本日は普通に男だけで王様ゲームやっていきましょうよっていう企画になってます。やっちゃいましょう。なんとなく感じてんだよ、みんな乗り気じゃないの。当たり前だろ。俺ちなみに王様ゲームガチ初めてやから。本当ですね。ガチでやったことない。いや、そういう人はいるよ。だって普通にうちのメンバーにもいるわけやん。確かに。あ、自分本当にないっす。プライベートはないっす。ああ、企画とかであるんですけど。なんでそんな先輩にガッツリ嘘つけない。いや、本当だから。ヒューガが大好きなんですよ、女の子と。ゲームやるの、そういう風なキャラでやってるんですけど。え、小田家やったことある？小田家は17の時に1回やったことある。17でやってるんですよ。女の子ですね。正直よろしい。正直だな、めちゃくちゃ。ここがいいんですよね。ゆうたくんは？俺はないの。いや、言うてバカある。やめてやめて。こんな正直なの。全然ある全然ある。ないよ。王様ゲームのルールなんですけど、まあ、全員で番号と、まあ、王様が書いてある割り箸を引いて、王様を引いた人が、まあ、なんか指示できると。なるほど。3番経験人数家とか。ああ、そうです。そういうの経験人数。めっちゃ気になるわ。貯金暴露させるとかも。ああ、めっちゃいいよ。そういうのやっていこう。えぐ。まあでも人にしたことって返ってくるから、自分に。全然。貯金暴露しない。前回やったのは元カノに電話しろとか。めっちゃいいやん。ありっすか。ありやけど連絡先知らんの、普通に。あ、じゃあやったことある芸能人に電話しろ。わーい、やばいやん。なんでこんなこと言ってんの。やっていきましょう。ではい、これさえ入れたらこっち向きます。やっていきましょう。そんな感じでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。いきましょう。うわー、もうやっていく。早速やっていく、やっていく。俺めっちゃ王様引くタイプだから。男だけだからね。これや、絶対。何が王様？何が？なんか王冠の番号得た感じ、自分の。わかりました。せーの、王様だーれだ。えいないとかあんの？誰隠れてんの？え、これ数字と王冠書いてなかったの？1から6。うまいやない。じゃあまあ最初だからね、軽く1番と8番が8番じゃない。6番です。6番です。じゃあ説明してないから。じゃあ3番と番号変わった。7番が7いない。6番。あ、6番。マジで王様がいなくて1回訂正して2回目超えることは初めてです。3番と6番が首型ドライブ。お前、首型ドライブは質問コーナー見たから分からない、俺ら。3番と6番が簡単に言ったら好きなタイをこの画面に。じゃあまあ、どいていけばいいんじゃない、違う人は。あ、そうだ。これ監督がいていいですよ。監督指示して。マジかよ。これだ。基本体制はバックなんですけど、教えてもらっていい？あ、じゃあ監督一気。なんで俺だよ。結局俺が負けた。足として、はい、突き出してこうこれを。おだけ。1回戦目なんだけど。ヒューガ行くまでやれ。どっちか行くまで。あ、おっぱいもんね。おっぱい。いや、待って待って、1回1回抜けてたわ。ね、名前もいいしね、なんか言いやすくね。首型ドライブしていい。なんかドライブ行こうみたいな。はい、じゃあ続きまして。はい、いや、ヤマト気持ちかった。うん。えっと、あと残りもう一個かな、俺。じゃあ引いちゃいまーす。せーの、王様だーれだ。また出てこない。あれ、え、誰。じ
アムギリだこれ。うわガチイライラするガチだよお前。じゃあ行きます。2番が5番の生脇を書いてください。うわ最悪や。25年間生きてきて生脇って言葉初めて。2番挙手。はい。5番挙手。はい。危ねえ。よかった脇かの人。うわーダイレクトダイレクトアタック。うわー怖っ。やっぱり言うと臭くない。もう、そろそろでした人種の匂い。いや、あっちゃんってこういうの見てガチ勃起するタイプだからね。王様欲しい。いいな、やりたいな。王様楽しいよな。王様だれだ。はい。3番が王様のケツに顔面を10秒間密着。まだ持ってて。3番が王様のケツに10秒間顔面密着。え、お前3番いや、違います。じゃあ3番誰ですか。お前お前やん。だってなんでコンビ感でこれやらなかったんだ。じゃあもうどうぞ。どうぞ。俺はもうね、そうそうそう、俺突き出してじゃん。はい。これビッグが上で行く必要ないやん。王様なの。俺王様やぞ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。早くして、早くして。一回一回なんなん。早く数えてな。おい、飲むなって。カッパカッパカッパ。よーい、スタート。痛い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 。いや、お前が違うかね。こんな動きがある王様ゲームね、珍しいからしか。あ、そうなの。貯金暴露とか挟んでくるかと思ったの。あ、確かに暴露系が多い。そうやって行きましょう。続きまして、せーの、王様だーれだ。うわー。じゃあお前かよ、だる。3番と4番が貯金暴露で。うわー、これダブルじゃない。俺抜きたいね。じゃあ3番挙手。うわ、うわ、興味ねえよ。ダメ。マジどうでもいいわ。じゃあ4番挙手。はい。マジかよ。マジマジかよ。ムロトの貧乏人やんだって。いや俺結構持ってるよ。チャンネル登録者いるからね。毎日100万再生出してるからね。そうだね。動画900本あるからね。おっし、広告なんか高いからね。そんなひわくんの貯金はいくらなんでしょうか。いいですか、140万。おお、めっちゃあるわ。22歳よ。だって。いや全然ある。バカ持ってる俺。チャンネル登録者分一応常に持っとこうと思って。おお、あ、そういうこと。一応たまたま噛み合っただけ。じゃあ浦さん。うわやりづらいな。俺も140万。うおー、そろったよ。まずだってそんな感じだもん。行きましょう。せーの、王様だーれだ。はい、お前かよ。3番と4番、最近いつやったか言う。うわー、言いたくねー。じゃあ3番挙手。え、どうしよう。え、こんな人やった。じゃあ4番挙手。バレ。うおい、まあ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 気になってよ。いつ。いやでも俺逆気になるけどな。確かに。だって知らせたの。え、ちょっとガチ教えて、ちゃんと。2ヶ月前。ほんとか。嘘だ。本当です、本当です。マジです。嘘つくねー。信じてくれよ。あれ、矢が見られておったの。俺っすか。2日前。うわー、やっぱいけてんなー。うわー、2日前かー。やっぱ言うもんね。え、どうだったの。え、それはやっぱ絶対すんの。1セックス、1首肩取れ。あ、僕は絶対します。あ、絶対すんの。他になんか。じゃあもうミッキー君の聞きだったな。流し聞きたいね。行きましょう。はい、せーの、王様誰だ。はい。うわー、また聞けずだ。何も王様が暴露します。おお、王様と誰ぐらいがじゃんけんして負けた方暴露とか。じゃあ何を言う、負けたら。ミキ君がやった芸能人やばいんじゃない。何やねん。名前はピー入れるなら全然やる。ええ、俺らは入れるんやろ。待ってるから。芸能人とかはマジでおらんで。芸能人というか、まあなんか前に立つ人。1番、5番、3人じゃんけんして、負けたうち2人がキンキンここ半年なりやった人を言うという。おお、これ負けた2人誰だ。1番。1番誰。はい。おお、待って、お前よし、がでかいやん。さあ5番誰だ。はい。うわー、待つ
じゃんけん勝てよ。これは俺勝っても文句言わせん。それはそうです、俺らが勝ちます。最初はグー、じゃんけんぽい。さっさと言えよ。マジ強い。ヒューがマジ強い。いや、マジ強い。ガチャガチャ、マジ強い。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、勝ったように見えたし。これは僕は勝ってしまいましたが、君らの言った時のテンション感次第では流れで出ちゃうかも。それピーお願いしますよ。ピーは、ちょっと待って、ちょっと寒いやつだと思われるわ。俺、俺もそうだわ。最近やった女の子の名前っすよね。ピーかけてね。うちも大工、うちも大工、めっちゃおもろいかもな。だめごめんなさい、これド一般人けど、これ本当に自分の有名な方とそういうことしたもんないんすよ。言うたらお前は著名人だろ。じゃあ激モテてますからね。お前これマジ嘘ついたら俺殴んぞ。いや、嘘つかないよそりゃ。じゃあ行きます。誰言うんだろう。どれどれ。あ、俺わかるかも。すいません、あのド一般人。ド一般人かよ。じゃあ、コムドットって著名人抱いたことないんです。そういうブランディングね。いや、これ、いや、違う、マジなんですよ。これはマジなんですよ。これは多分流れてる。うわ、最高だな、これは。なんか言うことあんの、あっちゃん。確かにね。行きましょう。いや、だいぶ熱いから。今のはめっちゃいいわ。全然、あの、カメラに向かって胸キュンゼリフとかもありますから。ああ、確かにね。確かに確かに。そういうのもいいね。せーの。王様だ、あれだ。来た！おぉ。うわぁ。よし。やった。いいね。シンプルに、1番と5番、中！うわぁ！D 中じゃなくて、いや、どうだ、いや、D 中一回した方がいいです。いや、D、D は一と5だけじゃ残っていただいて、これ、あの、TikTok で回してね、みんな。そうだね。回んねえよ。やばいわ。回んねえよ。俺、ベロ出ねえんだよ。いや、じゃあ、ベロ中しろつってねえ。ベロ出ねえ。キス、ムード大事やからね、でも。いや、もっとムード大切にした方がいい。そう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 、あれ演技した方がいいです。演技、スマブラしててみたいな。あ、確かに確かに。スマブラして、いけ、キングルール、上だよ、上、復帰しろ、復帰しろ。あーい、あなたってスマブラ上手いのね。俺はキスも上手いぜ。俺はキスも上手い。早いな、対応。王様だーれだ。うわー、今日じゃんけん、じゃん負け何しようかな。うわー、めっちゃいいわ。ガチでじゃあ抱かれたいインフルエンサーでいこうじゃん。おーい、知名度がある。じゃあ参加者は2番と4番と王様ってことですか。と王様でじゃん負け2人が。うわー、いいよな、これこれ、まだいいな。ガチ抱かれたいの。あ、もう飲むの。4番熱いよ。2番、うまいよ、もう。いや、あ、じゃあマジいいよ。2番だったら帰っちゃう。お疲れしたーって。お疲れした。いきます。最初はグーじゃんけんほい。やばい。うわ、マジだ。おお、決定。こうすげえわ。まあまあ気分次第では遅い。そんなリアルなとこ行ってないよ。え、リアル。なっちゃう、もう最悪いいよ。うわー、これガチなんすか。これガチなんすか。いきます。これガチなんすか。もう連絡先聞いたら、やばい。僕ですか。僕。うわ、マジ。うわ、めっちゃいい。いや、めっちゃいいの。リアル。どうですか、王様。一回うんこしてきていい。うんこして帰ってきて、撮影再開して、ちょっと言う。ガチで出てきてない。そういう流れ。ほんまに言う、ほんまに言うで。ガチで出てきてないから。あ、普通にちょっと、ほんまにうんこする。自由な王だった。あ、トイレ。王様だから。王様だから。王様だから。いけてまあけどいいや、いけてあげてもいいし。いけれすぎだろうな。次これ王様ゲームしましょう。見え見え。ゴチすごいの。いや、ガチで。まんま行くね。押し倒されたいというか、まあちょっと続けに来られたいっていうと、おぉ、めっちゃワンチャン。あれこれリアルじゃん。王様さすがでした。ありがとうございます。素晴らしいわ。
楽しいね。じゃあちょっとネクストゲームがステージ変わってますので、ちょっとあちらの方から引いていただいてお願いします。え、あ、なんか、お座りせーの、王様誰だ。はい、おー、偏るね。じゃあ、4番と2番、普通に経験人数を暴露。普通に、え、王様入らない。そういう政治なんだろうね。俺は一応、今回は2番の人、出てきてください。うわ、結構来た。あ、お前いいよ。ま、2番、4番の人。やばい、うわ、これはマジ熱い。マジで本気の数字ってやつ。俺はさらっと言うよ、ちゃんと。じゃあ山とから。俺はもう変わってないんで、俺8ですね。うん、こういうやつなんですよ。結構多いと思われるけど、ちゃんと普通にガチで言う。ただほんまにみんな思ってるよりガチで多くない。まあ補正いらない。補正いらない。俺は分かった。お前なんでここだったの。でも東京来てからは増えてますよ、そりゃ。あ、そりゃそうですね。女性が多いですもんね。でもそんなもんかってなっちゃってもいい。全然思う。全然全然普通に普通に気になってるんで。おお、すげえ。嘘じゃないマジで。すげえ。ガチガチガチで、全今まで全部やろ。いや、おかしいよ。おだけどね。いや、俺は言わない。俺もそうだったけど、俺がもうこの中でないって。じゃあ、おだけはどれぐらいなの。俺言わない。マスミです。よっしゃー。うわ、こいつ絶対聞いてないしゃってことは。せーの、王様だーれだ。はい、なんだなんだ、どっちだ。嘘つ。どっちどっちどっち。3やん。え、王冠に見えた。はい、王様がいいの。王様がいいの。3もらうんだ。3選んない。いや、お前何アンパイ生きてんねん。え、でも質問何にしようかな。見切り発車。切り発車。とりあえず役職が欲しい。じゃあ2番と3番が女の子いると再現してめちゃめちゃイチャイチャする。おい、なるほど。これはガチでキモいぞ。うわ、キモいんだろうな。これ俺3番ね。これ2番。あー、いけない。どっちが女の子やるかも重要じゃない。女役。俺女。はい。あ、オッケー。設定とかは指示していいんですか。教室でホラー映画見てる。教室。無難じゃないの。そうだけど。場所が無難じゃないの。よーい、アクション。じゃあホラー映画見よっか。やめようよ。よいしょ。ティッシュ。オッケー。見ちゃおうかな。ホラー映画ね。何見るの。愛を込めて花束を継ぐ。めっちゃ怖いやつじゃんそれ。これ見ます。よいしょ。そんな手なわけないだろ。めっちゃ見えました。うん、あ、いや、見てる。この配信近くない。あ、近く。リアルだ。彼氏のテンション。その女優がめっちゃ可愛い。めっちゃ好きだ。ミッキー君が近いから。まだ1回もやったことない。両方で学生だから指し方がまだ分かんない。なんか保健で習ったんだけどさ、教科書じゃあんま分かりづらくて、でもテストいい点取りたいからさ、一回なんていうんだ、その全然エロい意味とかじゃなくて一回見せてくんないかなっていうのを親と話してて。無理だったら無理でいいけど、多分お互い様だから持ってるものが違うし、俺も見せれるから。何見せればいい。ちゃんと言って。一十百千万ならどれなの。一十百千万万。俺も血液流せるから。循環できるの。循環触ってくれる。私血管のバキバキなの見てみたいな。血管のバキバキを。これどう始まんの。王様満足ですか。いや、なんか満足ではないです。え、だってお前が初めてにしたから始まらんかったね今の。いや、俺が手本見せましょう。じゃあ、おお、じゃあお前がヤマト襲って。わかりました。ヤマト女だよ。よい、あしょ。最近どうよ、調子は。調子絶好調。あ、絶好調。いつでも絶好調。最近なんかさらに可愛くなったよね。本当に。うん、変えたんだよ。髪をしよう。靴下。ごめんごめん。気づかない。そうだよね、靴下よね。これどこで買ったの。これはおばあちゃん。あ、おばあちゃんなんだ。おばあちゃんセンスいいね。もう死んじゃってる。
おお飲まれてるということでさ、俺ムラムラしてんだよね。ムラムラっていうのはどういうことなんだろう。すごい血が騒ぐっていうか、血液がすごい循環して、なんかキッとなる感じ。うん、私も一緒一緒。ちょっと君と混ざり合わたい。はい、ということで企画終了でーす。あのめっちゃ楽しかった、うん、いや楽しかったっす。なんか目覚めました。みきょうだチャンネルの方でも僕たち動画出させていただいているので、そちらのチェックもよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で、バイバイ。